洗濯天気予報です。まずは天気分布予想を見ていきましょう。こちらオレンジ色が晴れ、灰色曇り、青色雨、そして白は雪となります。こちら見ていきますと、特に関東やそして東海、甲信など、また九州では広く晴れて洗濯物の外干しにも良いお天気となりそうです。近畿や中国、四国エリアなどですと、だんだんと晴れてくるところ多くなる見込みとなっております。ではマップで確認していきましょう。こちらです、洗濯指数マップとなります。東日本や西日本、特に太平洋側を中心に洗濯物の外干し OK というところ多くなりそうです。ただ気温が低いです。1月並みというところ多くありますので、洗濯物が乾くのには時間がかかりそうです。また全国的に風も強いということですので、洗濯物飛ばされないようにお気をつけください。仙台ですと心配のアイコンとなっておりますが、もうすでに雪が降り始めておりますので、お家の中での部屋干しの方が良さそうですね。また最新の気象情報はウェザーニュースのアプリから確認することができます。ぜひご活用ください。